キスケは逃げも隠れもしねえ。手間暇省いて俺の方から来てやったぜ。大将はどこだ？出てきやがれ。裏切り者と呼ばわったそのわけ、じっくり聞かせてもらおうか。親方様がウヌなどに会われるはずがあろうや。ゲッ。任務のためなら兄弟のように育った6人の仲間を冷酷に切り捨てるキスケが裏切るとは思いもよらなんだ。未練たらしく腰にぶら下げた6つのドクロは後悔からか。ウヌの恐れてドクロ7つの共に美濃へ向かったあの時とはまるで別人じゃ。一体何がお主をそこまで変えたというんじゃ。使命を覚えておらんのか。共に鳴神の城に潜入したではないか。お主本当にキスケか。
これはしたり。年派もいかぬに並ならぬ腕前。されど所詮は忍びごときの芸当。柳生雪の城の敵ではない。異様な殺気をまといやがる。こいつ相当にできる。柳生といや、まさか柳生新陰流の。このたわけ目が、己の雇い主の顔も忘れたか。今すぐに切り捨ててくれるわ。谷の結界封印を破ったのはそのたちか。なんということをしてくれた。この暗夜城築城の折、人柱となった人質100人の怨霊、100年と100日を経て大ムカデとヘンズルを封じた結界ぞ。この異様な地鳴りこそ化粧となった怨霊の解き放たれた証拠に違いない。今に僧とは知らず封を解いたが、俺のせいには違いねえ。放って逃げちゃ寝覚めが悪いぜ。Ah!
怪異千番、大向かでの怪異現るなどと人に話せば笑いうざ、あやつの現実に皆が騙されたならなおのこと。いい面の皮よ。下人風情と侮っておったが、なかなかどうして惜しいやつ。殺すのは役立ててからでも遅くはあるまい。たぶらかしおったな、キスケ。化け物などこの世におるものか。ま、おい、さっきの続きが聞きて。美濃で一体何があった？鳴神藩のひた隠す宝刀を奪いに行く使命じゃった。公儀は気に食わぬ小藩の落ち度を探し取り潰しておる。徳川に近畿の村政を隠しておれば理由に不足はない。お主はなぜかその刀を持って逃げようとしたんじゃ。怨霊を切り伏せたその構え、伊豆田甚九郎と同じ剣を使う者が他にもおったとは。その方を殺すのはちと惜しゅうなってきた。どうだ、キスケとやら、腕を試してみぬか。申し出を受けるなら伊賀の上人らに働きかけ、抜け人一匹赦免いたすように説得してやらぬでもないぞ。うさんくせえ話だが、突っぱねるのは早計か。このままじゃこの先どこへ行ってもおちおち道も歩けやしねえや。九段の鳴神で藩主鏡の娘虎姫が改易を不服として藩徒となって伊吹山に立てこもっておる。捕らえたいが姫に化け物がついたとの噂が立ち、少々手を焼いておる。その方なら化け物など物の数ではあるまい。伊吹山の鬼となりし鳴神の姫、公儀の手の者より早く召し取ってみせい。で、
店であつらえた湯
俺はそこの相棒とあちこち回ってるヤソハチってんだ。そっちは脇海に抜けまいかい。こっちが近道だと思ったんだが、海に出ちまってただで戻るのも尺なんで。お、おめえは確か。さあさあ思い出した。お稲荷さんの祠の前で見かけたぜ。俺は熊五郎で、あっちが腐れ縁の八さんだ。私は近江の貧しい家に嫁いだものです。尾張まで商いに来た帰り道にこの山の妖怪に取り殺されました。死んだ後も残った一人息子が心配で、未だ成仏できずたまに顔を見に行くのです。
った。待っとったど。大根だけはたんとあるで、持ってけ持ってけ。積もる話もあるで、ゆっくりしてけ。ところで、聞きたいんじゃが。いや、お客さん、ご入り用でっか。品の良さは受け負いますせ。
Thank you.
謀反の疑いかけられ改易となった濃州鳴上二万石、お家断絶の上ご生涯された父上のご無念はいかばかりか。気球に集いし鏡家ゆかりの霊たちを、勇壮な先祖の霊たちを、わらわに江戸城へと討ち入る力を貸し与えたまえ。鳴上藩主鏡昭義が一女虎姫、今やこの身はお上の牙向鬼姫になれば何恐ろしいものがあるものか。必ずや成し遂げてみせようぞ。恨めしや、真理の炎に身を焼く我ら、地獄の釜にも負けぬほど腹綿が煮えて収まらず、主家の無念を晴らそうと打ち揃って参じたからには、この面下げてぬけぬけと我らの面前に出てきおった。犬ですら三日飼えば恩を忘れぬというに、犬にも劣るやつめ。俺を犬だと抜かしたな。声面書くのはそっちの方だ。売られたもんはきっちり買うぜ。我らこれより美濃寺から東海道を下って江戸城へ赴き、必ずや将軍綱吉めを討ち取ってみせようぞ。この太平の世に公方様を討って天下を騒がせようた、たとえ化け物でも無分別が過ぎるぜ。あんたが虎姫か。吐きだめに鶴田はよく言った。こんな娘が何の因果でこうまで浮き目を見にゃならん。もう騙されぬぞ喜助、刀だけでは飽き足りずこの首を狙ってきたのであろう。取れるかどうか試してみよ。女だてらに鎧兜で一発気取り、怨霊相手に戦の真似事か。獄門台にその綺麗な顔がさらされるなんざもったいねえや。こうなりゃこの喜助様がまとめてぶった切って悪霊どもを払ってやるから、よくよく感謝しろい。形見となった類大の兜、伊達や気取りで被られようか。虎姫の覚悟のほどつぶさに見せてくれようぞ。いざ悪鬼を払う浜の乱れや、受けてみよ。
ざわつくんじゃねえ。こんな別品切られるか。馬を撃っただけで姫さんには傷一つつけちゃいねえ。やめだやめだ、押し付けの任務なぞ知ったことか。だいたい鼻持ちならん野牛の野郎を信じる方がどうかしてら。俺が忍びで宝刀を取りに来たのは伊賀で聞いたが、今はなぜだか裏切り者として奴らに命を狙われてる。頭でも撃ったのか本当に覚えちゃいねえんだ。知っているなら何があったか教えてくれ。頭を撃ったじゃと？もう少しマシな言い訳をせい。貴様が徳川に鏡の忌み刀を渡してしまったのだ。ごまかされぬぞ。城の奉公人として姫様に近づき、半年もの間よくも騙してくれたものよ。姫様もあれほど心を許しておられたというに、知れ者め、わしが代わってその首討ち取ってくれるわ。うぬの招いた災いが、その口が言う太平の世を危うくしておるのがわからぬか。各地に張った結界も我らを江戸へ近づけんがため、もはや公儀はあのたちに操られておるも当然よ。覚えておらんなどと見えすいた嘘。騒乱の折わらわをかばって切られ瀕死の傷を負ったのも狂言であろう。切られた？俺が？確かに傷なんかねえしピンピンしてら。それが本当なら俺ってやつはとんだ悪人だったんだな。持ち出した刀がどれほど危ういものかお主には下せまい。抜けば世に災いを招くたたり神のついた妖刀クズ竜村正。報じずただ非せよと明神様の仰せを受け、室町から代々母方の血族が巫女として守り隠してきたのじゃ。あれを鞘から抜いた者は何人であろうと撃たねばならぬ。それが代々巫女の血筋の役目なれば、たとえ逆賊の汚名が後世に残ろうともなさねばならん。刀を封じ本懐を遂げたその後はこの首一つ晒すのみ。クズ竜が災いとなる前に江戸城へと急がねばならぬ。
これはこれは、こんなところで出会うとは。太刀など担いで、お主も少しは剣術をかじっておるのか。年若いのに武道を志すとは。それがし、いつの日か剣豪を足らんと、こうして腕の立つ侍が相手では、一撃で太刀を打ち折り、賞金。